こんにちは、料理家の本田洋一です。今日はこのレンコンをたっぷり使ったチヂミご紹介します。レンコンの食感がアクセントになるタコとレンコンのチヂミです。材料です。ゆでタコ、レンコン、小ネギなどご覧の材料をご用意ください。はい、ではまず材料を切っていきましょう。ネギです。ネギは2等分くらいに切って、根元を切ったら細かく切る必要はないと思いますので、2、3センチぐらいの幅に切っていきましょう。薬味の要素も入りつつ、色味の要素も入ります。はい、続いてレンコン切っていきましょう。レンコンはまず縦半分に切って、さらに半分で、ちょっと厚みを残しつつ皮付きのままで良いので、こんな感じのいちょう切り、薄めのいちょう切りですかね。タコは、まあ、多分頭の部分と両方入っていると思いますので、こっちは粗く刻む感じで良いです。たこ焼きに入るぐらいのイメージかな、感じ的には。細かく刻んでもいいし、ちょっと大きめでも大丈夫です。はい、チヂミの生地を作っていきましょう。小麦粉と片栗粉、水と全卵、そして塩を少し入れていきます。でこのぐらいぼってりした感じの生地ができます。できた生地に具材を入れ、よく混ぜておきましょう。はい、では続いてチヂミを焼いていきましょう。でごま油大さじ1を引いて、フライパン全体に、で端っこ恐れがあるので、ここで一旦火を止めて生地を入れていきます。フライパンに生地をまんべんなく伸ばしたら、ここで今日のパパッとポイントです。スプーンなどを使ってしっかり具材を押し広げていきます。こうすることでギュッと押し付けられて、パリッカリッとしたチヂミになっていきます。さあ、全体を押し広げたら蓋をして中火で5分ほど蒸し焼きにします。はい、では5分ほど経ちましたので様子を見ていきましょう。感じじゃないでしょうか。口の部分はカリカリになっている状態、フライ返しで大きく返していきます。今度は蓋はせずに表面のカリカリを残すような感じで、カリカリになるべくごま油を置いて入れていきます。でちょっとフライパンを揺すってなじませていきましょう。裏面もカリカリになったら出来上がりです。食べやすい大きさに切ったら、お好みで酢醤油をつけていただきましょう。うん、レンコンのシャキシャキの中にタコのムチッとした食感があって、噛めば噛むほど旨味が出てきます。ネギの香りもいいんですが、生地のこのもちっとした感じ、そして押し付けて焼くことでカリッと仕上がっています。チヂミしっかりたまりますよ。白いご飯でもいけると思います。皆さんぜひ作ってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。